浅川千恵子は、日本の情報技術者、工学博士、日本科学未来館館長。日本 IBM 東京基礎研究所で、視覚障害者支援のプロジェクトやアクセシビリティ実現のための研究を、主として実施している。2009年から、IBM の最高技術職である、IBM フェロー。2013年、四十法省受賞。悪夢、電子情報通信学会。 情報処理学会現在、浅川賞の名を冠する賞は、下記の二つがある。企業ウェブサイトを支える担当者にスポットを当てた、ウェブ関係者のためのウェブ関係者による賞である。企業ウェブグランプリにおいて、特別賞として、IBM フェロー浅川千恵子にちなんで創設された、サイトのアクセシビリティ品質を問う賞であり、視覚障害者による審査選考委員による投票と合議により決まる。 浅川賞が設けられている。2010年の第4回企業 Web グランプリから創設された。364社が加盟する公益社団法人日本アドバタイザーズ協会、Web 広告研究会も2013年から浅川賞を発表している。浅川賞優秀サイトはソーシャルサイトを除く全サイトを対象にツール診断と審査員推薦などによって選出される。 ありがとうございます。